少年サンデー小月刊で連載中の宇田智人さんの人気漫画コミさんはコミュ障です。がテレビアニメ化され、10月からテレビ東京他で放送されることが5月11日明らかになった。メインキャストも発表され、古賀葵さんが極度のコミュ障の美少女のコミさんことコミガラスを演じ、梶原武人さんがコミの一人目の友達になるただの人人役、村川梨衣さんがただのの幼馴染の長命馴染役で出演する。コミらメインキャラクターが描かれたティザービジュアル、ティザー PV も公開された。劇場版アニメ怪獣の子供などの渡辺歩さんが総監督を務め、文豪とアルケミストを審判の歯車などの川越和夫さんが監督を務める。野良神、荒川アンダー、ザ・ブリッジなどの赤尾で子さんがシリーズ構成、中島敦子さんがキャラクターデザインを担当、ポケットモンスターなどの OLM が制作する。小賀さんは学生時代多くの人が体験したことのあるシチュエーションのリアルさに、わかるとめちゃくちゃ共感しちゃって、気づいたらどんどん先に読み進めていましたと原作の印象を語り、彼女のゆっくりでもしっかり一歩ずつ前に進んでいく姿、そして少ない言葉の中で彼女の思いや温かさをしっかりと紡いでいけるよう精一杯努めてまいりますと意気込みを語っている。梶原さんはただの人人を読むたびに好きになるので、魅力的に演じられるよう精一杯頑張りますと話し、村川さんは長命馴染はみんなのような地味というくらいみんなと馴染んでいるので、そんな馴染みたる馴染みらしさを出せていけたらと思っていますとコメントを寄せている。コミさんはコミュ障です。は、2015年に同誌に読み切りが掲載され、2016年に連載がスタートしたコミュ障コメディ。人の気持ちを察するのが得意なただの人人が、コミュニケーションが苦手なコミュ障のコミガラスの友達を100人作るという夢に協力することになるというストーリー。コミックスが第20巻まで発売されており、累計発行部数は500万部以上。総監督渡辺府、監督川越衣装、シリーズ構成赤尾で子キャラクターデザイン中島敦子、制作 OLM コミガラス、子が多い、ただの人人、梶原学人、長命馴染、村川梨衣、